にちは、こんばんは、おはようございます。前回の続きでございます。前回は内容忘れました。はい、概要欄の URL から前編をぜひご覧くださいませ。で、今4時半ですね。晩飯の準備をし始めてる頃なんですけど、もう眠くて眠くてシャワーをね浴びたんですけど、あったかくてもうわーうわーって言いまくった。また、で、仮眠取るかこのまんま準備をするか非常に悩んでます。本当に今日ね、テントにしないでよかった、コテージにしてよかったと思ってます。時間が足らなすすぎ、ちょっとこの後悩みます。寝るか作るか。外は寒いので中で頑張って準備をしましたけれども、眠くて眠くてもうね、それどころじゃないですよね。どうしようこれ。この状態でもある程度準備できたんで寝てもいいなとは思うんですけどね。うわー、今夜はここで焚き火をして語り合うのが楽しみですね。本当にコテージで焚き火できるって最高ですわ。しかもこの金額で一時チェックインで、いやー最高。おはようございます。現在ですね、午後8時です。ちょっとね、気がついたら寝ちゃって、何時間寝ちゃったの、2、3時間寝ちゃいましたね。ちょっと急いで晩飯の準備します。やばーい。はい、火を起こし始めました。バーベキュー台ついてたんですけど、バーベキュー台使っちゃうとですね、うまいことなんだろう、囲ってみんなでバーベキューができないということで、いつも使ってる自分のものを使っております。で、今からですね、なんと豚キムチ鍋を作りまーす。焚き火も一緒に開始しております。風が結構出てきましたね。いやー寒いぞこれ、ぼやけてるな。寒い寒い。はい、準備完了でございます。寝る前にほぼ準備終わっていたので、もうあっという間に完了しました。よかった。ではキムチ鍋グツ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 煮始めまーす。どうだろう、あーもう結構、結構沸騰した。これ焚き火でやるよりバーベキューだろうが早いかもしれないな。すごい勢いで沸騰してますよ。じゃあどんどん入れていきます。これね、まず大根がかなり多いので多めに入れといて、見栄えはもう関係ないですね。見栄え、アクをね取らないといけないですからね。あ、これ溢れんじゃないかな、これすでに美味しそう。なんかキムチの鍋の色のせいでアクかどうか分かんなかったんで取ってないです。白菜ぶち込んでいきます。大丈夫かこれ。見た目がネギをかけて、あ、ニラがちょっと乗っちゃった。ニラをバッと、もつ鍋風。え、すげえうまそう。どうですか、これ待ちますか。はい、焚き火の方に鍋持ってきました。すごいすごい、これ見てくださいよ、すごい。早く食べたい。
うまそう。やばいやばい、こぼれる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 。鍋グツグツの横で椎茸をねポツンポツンと焼いてます。じゃあ待ちに待った乾杯します。今日は久しぶりの銀河高原ビールですね。ぼやけてないかな、大丈夫かな。寝すぎたなって思ったんですけど、寝てよかった。めちゃくちゃ元気になった。みんな元気になりました。で用意もすぐ終わったんで、なんだかんだすぐ食べてすぐ焚き火タイムいけるんじゃないですかね。ごくタイムいきます。はい、椎茸、ひまわり市場だっけ忘れちゃった。いつもより全然いい椎茸ですね。すでに大きさも違うし、美味しそう、コクがありそう、コクが。いただきます。うん。うん。全然違う。うま、出汁がうま。はい、こちらも市場で買ったソーセージ。なんか色があれですね、魚肉ソーセージみたいですけど、ガーリックなんとかでした。あ、うん、いつも食べてるんだって全然違う。どうなんだろうね。美味しいですよ。うん。ではメインのキムチ鍋いただきます。美味しそうですね。うん、うまっ。あったまる。あ、結構辛い。大根とかもだいぶ煮たんで染みてますね。いただきます。うん、うまっ。うん、美味しいよこれ。あったまる、すげえあったまる。うん、止まらないかもこれ。またはい、野菜追加しております。美味しいとしか言えないですね。ではこちらのサントリーの白州のね工場に行ってきたので、そちらの動画はですね後日アップ予定なので、そちらをご覧になってください。このウイスキー限定商品ですねと、ウィルキンソンのジンジャーエールでジンジャーハイボール作ります。わあ、いいね。ウイスキーなんて俺角杯ぐらいしか買ったことないからな。一回ちょっとストレートで飲みますね。お、あ、きつ。え、けど甘い。え、わかんない。一回伊豆のトリスバーに行ったことあるんですけどね、あの時はプロの方に説明されながら飲んでみましたけど、あれこれ甘いか、ちょっと全然わかんない。じゃあもう一回足して、やっぱりハイボールといえばウィルキンソンのジンジャーエールですね。辛口、これが。ああ箸落ちたよ。いいですね。じゃあこのままいただいちゃいますね。箸落ちたな。この落ちた箸で混ぜることによって深みも増すと。いただきます。お、いや、いいわ、美味しい。ししゃもです。もうラストに近いですね。これはまた市場で買ったのででかいししゃも。あ、ピントがピントがピントが。はい、ししゃもです。なんかね、身がでかいだけ、グロテスクになりましたね、だいぶ。いただきます。いやー、どうだろう。一口でいっちゃおう。あー、やばいやばいやばい。うん。あ、美味しい。すごい本格的ですよ、味が。本格的ってどういうことだよ、味が。なんか視線感じたと思ったら、猫いたー。黒猫ヤマト、配達ですか、何かの。配達ですか？
びっくりした。逃げないね、この子。しかもここに住み着いてるんだろうな。みんな餌あげそうだもん。衝撃、シシャモが一本なくなってる今の猫だわ。マジか一瞬取られたんですけど気づかなかった。全然。じゃあ最後に締めのラーメンいきまーす。あ、汁が結構飛んじゃってるな。それよりシシャモをね、一本取られたことにね、まだ動揺を隠せないですね、今。スープが全然なくなりましたけど、完成。はい、締めのラーメンですね。もはや、なんでしょうね、ラーメンとも呼べるのかわからないけど、油そばみたいになってますけど、いただきます。うん、うまい。はい、完食。うますぎて進みまくりました。やっと焚き火の時間でございます。結構遅い時間になってきましたけどね、全て片付けしました。見ていただくと分かるんですが、もうあとは入れるだけ、入れるだけです。で、あとは焚き火の前でこちらですね、お酒を飲みつつ今日一日終わります。やっぱり動画撮影してるとバタバタになってしまいますね。いや、疲れましたね。ここであとはしっぽり飲んでいつものように寝ます。コテージの場合10時チェックアウトなんで、朝が早いんで早めに片付け済ませておいてよかったかなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。え、なんて言った今。朝8時です。雨の音で目が覚めました。あれ、雨降るのか今日。そっか、焚き火台がびしょびしょになってしまったんで扇風機でしばらく乾かします。というか致命的なミスをしてしまった。二日酔いなのに味噌汁買い忘れた。やばい、朝食もないよ。途方に暮れてますね。昨日楽しめなかったハンモックを今楽しんでます。にしても寒いわ、やっぱり。うおー、寒い。やっぱりこういう時はいいですね、コテージ。エアコンもあるし、危なかった。ほっとコテージ泊まってよかった。はい、本日の朝食でございます。昨日の残りのパンと昨日の残りのレモンティーと残りのオーザックです。これ食べて空付けして帰ります。今日近くにあるハイジの村だっけな、丘だっけな、行こうと思ったんですけど雨で行けなくなっちゃった。はい、空付け終了いたしました。最後はね、雨降っちゃいましたけど、今日はこれで帰ります。ピカヤツガタケさん、コテージに泊まるんだったら初心者の方とか焚き火したい方、冬に
焚き火したい方とかいらっしゃいましたら、ここは本当におすすめです。私もこれは冬コテージで焚き火したい場合だったらここ一択かもしれないですね。こちらで、まあテントはテントの良さがありますし、バンガローはバンガローの良さがありますし、コテージはコテージの良さ、今回まさにコテージの良さをまざまざと実感しましたけれども、本当におすすめの場所でした。また絶対に来ます。では今回の旅はこちらで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価概要欄からよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でバイバイ。